4日金曜日の天気と選択指数をお届けします。天気分布から見ていきましょう。朝のうち見ていきますと、北日本や日本海側の地域を中心に雪や雨が予想されています。太平洋側の地域では日差しが期待できるところが多くなりそうです。午後にかけては西日本の日本海側や北陸の一部で雨の降る時間が短くなるところも多くなりそうなんですが、やはり北日本や日本海側中心としたすっきりしない空が続く見通しとなっています。それでは選択指数を見ていきましょう。雪や雨の降りやすい北日本や日本海側の地域を中心に乾かないや乾きにくい予想となっています。一方で太平洋側の地域は晴れて空気も乾燥しそうなので、東京や名古屋などよく乾く予想です。南西諸島も洗濯はなかなか難しい空となりそうですね。ぜひこちらも参考にしてお過ごしください。